第401機構旅団は、イスラエル陸軍の南部軍第162機構師団に、所属する常設の機構化旅団の一つである。2017年時点における、イスラエル陸軍の4個の常設機構旅団のうち、訓練部隊を兼ねる第460機構旅団を、除けば、第401機構旅団は、イスラエル国産のメルカバ戦車シリーズの最新モデルで、ある、メルカバマーク4。 およびメルカバマーク4にトロフィーアクティブ防護システムを装着したメルカバマーク 4M を最初に配備運用した部隊である。第401機交旅団は第三次中東戦争の結界スライルが占領した長さ 160km に及ぶスエズ運河の防衛を担当することとなった第14バイソンマーツ機交旅団から分割される形で1967年に創設された。 消耗戦争の期間中、第401機構旅団は、第14機構旅団と共に、第252市内機構士団を構成し、3ヶ月ごとに、交代して交互に、スエズ運河防衛の任に就いていた。この当時の戦車部隊の主な装備は、マガフロック戦車であった。1973年に勃発した第4次中東、戦争当時、第401機構旅団の旅団長は、 空挺部隊出身で後に、第13第3防総長となった、ダンショムロン大佐であった。この時、第401機交旅団の指揮下にあった第79戦車大隊は展開していた、位置関係から第14機交旅団の指揮下に移り、また、第14機交旅団令下の第52戦車大隊は、第401機交旅団の指揮下となった。第四百一機交旅団は、 第14機攻旅団と共に、初戦における、エジプト軍の AT-3 サガー対、戦車ミサイルによる待ち伏せ攻撃を受け甚大な被害を出したが、第143機攻士団や、第162機攻士団の増援を受け次第に、盛り返し、スエズ運河の逆とかに成功した。第4次中東戦争後、第401機攻旅団はそれまで、通理、市内半島の防衛を担当した。 1979年のキャンプデイビッド合意に基づき、市内半島がエジプトに返還されることになり、第401機構旅団はヨルガン渓谷南部に拠点を移した。1981年になると上位部隊である第252機構次第がシリア、レバノン方面への備えの強化のため北部軍へ配置転換され、第401機構旅団もそれに従った。また、 第195戦車大隊が第401機構旅団から第500機構旅団の指揮下に移動した。1982年のガリラヤの平和作戦では、レバノン南部の東側のエリアを担当した。戦闘集結後、旅団はレバノン南部での治安維持活動に従事した。1991年になると、もともとパルマッハにルーツを持つ第9戦車大隊が、 第211機構旅団から第401機構旅団の指揮下に移動した。2000年代に入ると第2次インティファーダが発生し、またイスラエル軍がレバノン南部から撤退したため、第401機構旅団の任務もヨルガンガー西岸地区やガザ地区での治安維持活動が中心となった。2004年になると、それまで運用を続けていたマガフロクシリーズから、 メルカバマーク4に装備を更新した。2006年には戦闘公平化所属の第601アサフ戦闘公平大隊が第401機公旅団の指揮下に入った。同年の第二次レバノン戦争においては第401機公旅団は最初に北上し、レバノンでの戦闘に投入された部隊の一つとなり、1982年の戦闘と同様、 東側のエリアを担当した。2009年のガザ紛争、2014年のガザ地区侵攻においても第401機交流団は戦闘に投入されている。なお、プロテクティブエッジ作戦に先立つ2000年代後半から、第401機交流団のメルカバ MK4 は、トロフィー APS を搭載したメルカバ MK4M 仕様への回収が進められており、2011年には、 実際に戦車に向けてガザ地区から発射された対戦車ミサイルの迎撃に成功している。2012年には第401機構旅団のすべてのメルカバマーク4がトロフィーを装備したマーク 4MCO となり地球上で最も強固に防護された旅団と称された。ありがとうございます。